銀行というそのものも何なのかということを少しお話ししますね。私たちが宇宙存在であるっていうことを少し理解いただきたいんです。宇宙はいつ生まれたのか、138億年前です。たくさんの素粒子が生まれ、そしてその素粒子によって作られた私たちという意識が生まれております。この素粒子、というのが、実はゼロポイントフィールドに、ゼロポイントフィールドというのは、12次元にある素粒子の泉って考えていただくといいと思います。宇宙の源でございます。引き寄せの法則では、あなたが願ったこと、例えば新月のお願いをして、感謝をして待っていると受け取ることができるというふうに言われておりますが、実はこれ量子学的な観点から言うと、宇宙の源のゼロポイントフィールドに、あなたが素粒子として打ち込んだフォトンによって決まっていくということなんです。私たちの未来というのは、フォトン投票によって決まっているよっていうことなんです。ということは、一番あなたが願ったことよりも、さらにフォトンの数多く集まった未来が現実化してしまうということなんです。あなたがこのフォトン投票をうまく活用することによって、あなたの未来をいくらでも豊かにしていくことができるということなんです。あなた自身が宇宙銀行から万倍の引き出し金額を増やしたいんだったとしたらば、皆さんが何をフォトンとして打ち込むのかということを絶対に気をつけていただきたいっていうことなんです。景気が良くなったと思ったらば、良くなったという報道があり、そうすると、あ、今好景気なんだ、私も乗らなくっちゃって言って、好景気がさらに好景気になる。あなた自身が何を意識するのかということが、宇宙銀行の引き出し金額を万倍にしていただくためには、めっちゃ重要やんっていうこと分かっていただけますでしょうか。では、フォトンの密度って一体どんなもんなの？まず、薄いフォトンから行きましょう。あ、ちかこちゃん？あ、引き寄せたの？あ、いいわね。おめでとう。では、今度は、超濃密フォトンを打ち込みますよ！ちかこちゃん！おめでとうございます！オクラクライフ、マッシュラー！これが、めちゃくちゃ密度が濃いってやつなんです。もちろん声が大きいということではありません。しかし声を大きく出そうとするときに使うエネルギーが濃密フォトンになりますので、この濃いのをあなたがフォトンとして打ち続けるっていうことがめちゃめちゃ重要なんです。あなたの感情というのを解放していただくということ。めちゃくちゃ宇宙銀行の引き出し金額を万倍にしていただくためには大切なんですよーってことなんです。あなた自身がまずは自分の感情をしっかりと味わっていただくという必要があります。あなたが他人にもうフォトンを配っちゃってることないですか？あ、〇〇さん大丈夫かしら？うちの子大丈夫？他人に投票してる場合じゃないんです！あなたが自分のまずは未来にフォトンを投票していただく必要があるんです。まず一旦自分自身が他人に配ったすべてのフォトンを全部戻してください。これは意識の中でまるでタコの足のように配ってしまったあなたのフォトン群をごっそーっと戻してください。自分自身にまず意識を向けてってください。その戻ってきたフォトンを使ってあなた自身に感謝をしてあげてください。感謝というエネルギーはあなたが感じているとき、他の感情を全部カルマ解消、要は消毒してくれるみたいな感じなんですよ。万能薬なんですね。とにかく感謝を自分にしてあげてください。これは当たり前をゼロにしてっていうことは自分が呼吸ができていることだけでも
すごい私ってという、その奇跡に気づいていただきたいんですね。脳の中には、レティキュラーアクティビーティングシステムという、証拠集め機能があります。とっことん、ものすごい濃密な感謝をしてあげてください。その感謝をしてあげると、あなたが自分自身の中のフォトンが、プル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 、プル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 と、本当に震え出します。人間の根源的なニーズの中に、承認欲求というのがあるんです。あなた自身のセルフフォトンで、自分自身を当たり前をゼロに感謝して、あなたがもう全身の素粒子を感謝まみれにして、感謝フォトンを濃厚にバズーカ砲のようにゼロポイントフィールドにボボ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 ボと打っていただくと、宇宙銀行のゼロポイントフィールドには濃厚なあなたの感謝フォトンが打ち込まれてます。そしてあなたの証拠集め機能ラスちゃんですね、あなたが白いワンピースが欲しいと思ったら街中の白いワンピースを見つけてはあなたに見せてくれます。それがあなたの脳の中の証拠集め機能がいつも動いてるよという証拠です。ですからあなたが感謝まみれのフォトンを打ち込んだとしたらば、がっつり感謝フォトンがゼロポイントフィールドに打ち込まれて、それが12次元からあなたの3次元に降りてくるだけじゃなくて、この3次元の世界の中でも物理的に存在している証拠集め機能のラスちゃんがあなたにどんどん感謝できることを見つけてはほら感謝できるじゃない。あ、こんなに引き寄せちゃった。ありがたい。もうどんどん私幸せになっちゃう。というふうに、どんどんあなたは感謝できることしか起きなくなり、感謝バズーカマシーンとなって永遠に感謝しか打ち上げない自分自身になっていただけるということなので、ここから未来永劫をあなたはどんどん宇宙銀行から感謝する出来事という形でどんどん引き出せるようになるよということなんです。特にやっていただきたいのは、あなたが引き寄せた金額を喜んであげてください。あなたが生まれてこの方、引き寄せたお金をあなたのために使ってもらったお金の金額を書き出しまくってください。あなたがこの総額を見たらばびっくりするでしょう。何千万、いや億の人たち多いんでね、ということなんです。ですから、その億を引き寄せている自分自身に、どうぞ今日は死ぬほど感謝してあげてください。あなたは豊か感謝のバズーカ砲を、打ち込むことになりますから、打ち込まれた金額の豊かさがあなたが受け取るものになりますから、ここから永遠とお金を引き寄せられる自分になりましたとさ、ということです。宇宙にはまだ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 豊かさがいっぱいありますから、今の幸せの100万倍ぐらいすごい幸せが待っておりますから、どん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 受け取っていただければと思います。それでは皆様、Have an amazing day! Bye!